とお話の贈り物ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします、はい、よろしくどうぞ。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお送りしていく番組です。はい、はい、ということで今回のテーマは、はい、とりあえず今日は1曲弾きますかね。かしこまりました。それではご紹介します、はい、作者不詳第4の王のエスタンピーです。どうぞ。UFO じゃないんですよ。見えてますよね。くす、ね、玉なんです。はい。はい、でなぜくす玉かというと、めでたくこの番組2周年なんですね。嬉しい。もう皆さんのおかげですね。ありがとうございます。というわけで、くす玉割りという、はい、儀式をしたいと思います。はい、緊張しますね。はい。はい。素晴らしいですね。豪華ですね。豪華ですね。あの1周年の時はね、なんかちょっと寂しかったですけどね。これは素晴らしいですね。成長しましたね。はい、ありがとうございます。そういうわけで、はい、3年目も頑張っていきたいと思います。はい、そうですね。はい。さあ、ということで、そういうわけで、ね、今日はゲストをね、はい、お呼びしております。はい、お呼びしております。ギタリストの松田和由子さんです。どうぞ。ありがとうございます。大人の挨拶ができて。はい。うん、では1曲、そうですね、はい、早速ですからね。お届けしたいと思います。ヴィヴァルディ作曲、アンダンテです。どうぞ。
した。はい。二重奏を見ていただきました。はい、二周年ということで、はい、二重奏という。二しか会ってなかったですね。うん、あれですか、ね、ゆうこさんには前にも出ていただいて、あの、はい、自分の出たのを見てどうですか、感想。はい、リアルタイム その11時では見れなかったので、あの YouTube の再放送を見たんですけど、なんか緊張感が伝わってきました。2度目の緊張みたいな感じで。見る時緊張しますよね。はい、なんか自分がなんかやってるっていうのがなんかもどかしいというか気持ち悪い。特にあの喋ってるのを自分で客観的に見るってことがないので、ちょっと恥ずかしくってちょっと飛ばしたり。飛ばしちゃダメですよ、そこはちゃんと見ない。そう、確かに演奏、我々演奏家はその演奏であのこう見たりすることはありますけど、喋、はい、ってるの見るのってあまりそういえばないですね、はい、僕なんか演奏しているより喋ってる方が多いので。演奏会のビデオを見ると半分以上喋ってますね。演奏を見るのも平気ですか。演奏見るのもできれば、やっぱ恥ずかしいのが大きいです、ね、恥ずかしいことはないんですよ、はい、誇らしい、それは。むずがゆい感じが。そうですね、うん、そんなもんですかね、喋ってるの。私もあります。私基本的に自分がこう喋ってるものとか、あと舞台もそうですし、こう声優で声を当てた声だけでも、やっぱりなんかその時のいろいろ思い出して、なんかもどかしいというか。あ、そうなんだ、はい、どうしよう、そういうのないよ。まあ2年というのもあっという間でね、お花見が2回、3回、今度は3回目のお花見ができるという、そういう数え方になって嬉しいんですけどね。はい、それでね、今度は新しく3年目に突入するということでね、はい、ちょっと新しいコーナーをね、はい、ちょっと今日から始めてみたいと思います。はい、皆さんからの質問にお答えするコーナーを始めたいと思っております。うん、題して今更ですがのコーナーです。はい、あの案外ね、どうして今更ですがだと言うと、そのなんかみんながそんなこと常識でしょとかって言われると恥ずかしくて、なんだか知らないんだけど聞けないっていうようなことをね、あの、はい、きちっと聞いていただいて説明したいと、はいはい、思います。それでは今回の質問なんですが、うん、はい、ギターの弦を張り替えるときはどちらが上ですか。うん、そう、まあ、そのまず上って何かっていうと、まあそのヘッドのね、こっちの方を上で、このコマの方を下というふうに、まあ割と表現しちゃうんですけれども、はい、つまりこの弦をこのコマにつける、それから向こうの糸巻きにつける、はい、ですけれども、実はですね、上と下ね違うんです。うん、今ちょっとねお見せしますが、こういうふうになっているんですけども、実はこの両端がね、実はちょっと様子が違うんですよ。これちょっと見えないけど、はい、後でちょっとアップの写真をね、はい、ちょっと見て、今ちょっと出していただきますかね。皆さん分かりますかね。あのこう巻き弦って言ってるんですけど、スチールが巻いてある巻き方がこう粗くなっているところと、しっかりきちっと巻いてあるのと、はい、違いますね、違いがあるんですね。で、この粗くなっているところは弦を作るメーカーがあるところまでこうきちっと巻いてきたら、あ、ここから先はもうここで終わるよっていうんで、巻き方を粗くして、うん、でちょんと切って、はい、ここまでですっていうことなんですね。で、皆さんね、実はこの柔らかいので、これをね、ここのコマという下につけたがるんですよ。なぜかっていうと、はい、こちら硬くてね、こう作業すごくしづらいんです。いろんな何かに通すんですか。通したり、でここで巻いたりとか、はい、ね、ゆうこちゃんはこういうチップというのを使っていますが、うん、これはこういうふうに結んでありますが、はい、こういう作業が結構大変なんですね。それでこちらが柔らかいもんですから、皆さんここをこっちに結びつけちゃうんですけど、はい、実はここは弱いので切れやすいんです。だからこっちをここにすると、とてもここが切れやすいので事故が起こりやすいんです、はい、ですからこれは必ず上の方にして、うん、で要するにね、こういうふうにこれはいらない部分なんですね。だからこれ
ちょぎっていただいてもいいんですけれども、ここからはもう使わない、使えない部分というふうに皆さん思ってください。はい、で実はこの4、5、6弦と1、2、3弦という弦の種類が違って、この1、2、3弦はこうツルツルしたまるで釣り糸ですよね。ね、まあ早い話釣り糸なんですけどね、あの、はい、これカツオが釣れちゃうこれはね上と下ありません。これはどちらでも大丈夫です。どちらでも大丈夫。あのちょっと見ていただくとここにちょっと色が、ね、ついていますが、これはあの弦のメーカーが、はい、これはうちで作ったなんとかっていう種類の弦ですよという意味の色をつけているの でこれは上でも下でもどっちでもいいです。僕はちょっと飾りにしたいので下にしてますけど、これはどっちでも大丈夫です。はい、というわけでね、その弦の張り替え方はね難しいんですけど、まず上と下、はい、これをぜひ間違えないようにしてください。はい、粗い方が上ですね、はい、今更ですが、はい、はい、ありがとうございました、はい、それでは今週もお別れの時間となりました、はい、今回のゲストはギタリストの松澤優子さんでした。ありがとうございました。今週もお別れの時間となりました。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。再放送が YouTube にアップされております。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください。はいね、今日から始めた今更ですがコーナー、はい、皆さん質問お寄せください、はい、お待ちしています。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。